まあ、今の消費電力が900から800ワットぐらい、うん、この炊飯器がね。風はね、ずっとあったんだけど、結構強くなってきたよね、風がね、うん、そうね、うん、で、外で本当は料理をしようして食べようかと思ってたんだけど、料理を作るだけはもうこの車内の中でしようかな、うん、そうだね、うん、なので一旦ちょっと外で今炊飯とかも取っちゃったんだけど、うん、全部一旦中に入れ込みます。中に持ってきて炊飯でご飯を炊きながらで、この冷蔵庫も今つないでます。で、それプラス今度今から IH で料理をしていきたいと思います。はい、 IH では味噌汁だよね。うんうん、豚汁で、ただいまの消費電力が、まあ、約900ワット。うん、まあ、冷蔵庫はほとんど今動いてないから、うん、炊飯ジャーだけ回っているような感じかな。はい、で、これの電源をつけたらどうかだよね。だね。だから強火はね、結構厳しいかもしれない。うん、じゃあ、うん、じゃあちょっと電源を入れてみて。入れるよ。はい、まだ900ワット。じゃあいい、加熱して。はい、今180度中火。あ、今1800ワットぐらいになった。あ、ファンが回り出した。いけそう。うん、今だったら大丈夫だよ。あ、じゃあいけ。今中火。中火。蒸気が出てきました。車の中でご飯炊けるっていいよね。うん、 IH 今170度でするね。今170度。うん、肩にハエがずっといる。肩にハエがずっといる。肩に、うん、美味しそうな匂いにつられて。待てないよ。で、今のあの消費量だと約60分、50分から60分、40分ちょっとから50分ぐらい持つかなっていうぐらいの消費電力ですね。車中泊で一番電気を消費する時間って多分料理の時だよね。そうだね。すごい具が多いね。うん、私さんにしたの。なんかすごい、あの料理はさ上手にできて美味しそうなんだけど、ハエがもうハエでちょっと残念なことになってる。うん、ほら、こめかみに。これは大変だね、みんな。ねえ、あったかいし風がないからさ、うん、ハエも過ごしやすいんだよ絶対。はい、IH で味噌汁作りが終わって、残りがですね 61% で、ご飯があと4分で炊き上がります。できた？お、できた。4分って言ったけど速攻でできたね。開けますよ。はい、わあ、全然上手にできてる。普通通り、普通にできてるね。うん、美味しそうじゃないですか。視聴者の方に美味しいですよ。
ですよって買ってみましたよ。佐多岬の塩ですね。佐多岬、佐多か、佐多、うん、佐多。あまりドレッシングとかをつけないタイプだから、うん、今日はこの塩をつけてみよう。これはね、この間北海道物産展に行ったんですよ。もし、まあ、多分全国1位の売り上げって言ってたんですけど、2年ぶりに開催されて行ってきました。これ北海道しか売ってないっていうことだったので買ってみました。札幌クラシック、いただきます。ためだけに、北海道物産展のためだけに入ってるから、その時はね、贅沢にいっぱい買います。よし、あ、なんかいかがでも天気がいいからあんま行け、うん、いただきます。どう、お塩、うん、それではですね、ご飯を食べ終わって、ちょっと車の中でまったりしようかと思って、車の中をね、うん、くつろぎモードに変えたんですけど、はい、うん、今から、パソコンのですね、モニターを持ってきてるんですよね。うん、家に余ってたモニターがあるんですけど、うん、そいつに、スマホの映像をミラーリングして、YouTube を見ようかなと思います。はい。まあもちろん、Netflix とかも見れるんですよ。うんうん。だから結構いいかなと思ったりして、うん。まあ物は試しと思ってですね、持ってきました。このモニターも壁掛けなんかにしたら、ああ、いいかもね。うん。ここに、挿します。はい。で、こっちの、ポータブル電源の方なんですけど、現在ですね、いろいろ料理をして、うん、残りが 57%。はい。まだたっぷり残ってます。これは時間的には？あ、それはわかんないか。そうそうそう。使うものによって違うからね。そう。だからとりあえず残量が 57%。うん。約半分か。うん。だから料理が終わってもこんだけってことは、うん、料理2回分ぐらいはできるかな。そうだね。うん。うん。だし、車で移動中は充電もするし。うん。でこれはHDMI のケーブルに、うん、Apple 純正の、ミラーリング用の何だったかな、アダプターですね、うん、をこっちに挿します、はい、でこんなように、うん、ついたね、出てきます。はいはい、まあ、今回はねちょっと自分たちの映像じゃないと映せないっていうことなので、そうそう、自分たちの映像を流してますけど、こんな風に見えるってことだよね。うん、高画質の設定で今やってるんですけど、うん、結構綺麗じゃない？いいね。まあ、うちのモニターはスピーカー内蔵のモニターなんで、うん、音が出るんですよ。うんうんうん。あ、それじゃないタイプもあるの？うん、それじゃないタイプもあるし、
あのイヤホンジャックがついているのであれば、うん、あの出力のね、うん、スピーカーをつければ見れるし、うん、まあ、やり方はいろいろあります。うーん、今からこのケトルでお湯を沸かしてコーヒーを飲もうと思います。はい、こんな感じですね。電源をオン。今のところは何も動いてない状態かな。音がしないけど。一応水は 0.5 リットルだけ入れてるんですけど、もう早速湧き出しました。早い。もうポテチ食べていいの？まだだよ。沸いてからだよ。でももう沸いたよ。早いよね。ああ早いね。やっぱり2000ワットだから。すごいね。今で1556ワット。どうした？ちょっと開いてた。本当な。はい、でももうパチって言ってお湯が沸きました。しっかり沸いてるかな。おお、沸いてる沸いてる。湯気がしっかり出てるじゃない。早いね。ああ、すごい。2分ぐらい2分ぐらい、そうだね。あんまり飲むとトイレが近くなるからちょっとずつでいいね、うん、そうそうそう。ほんとコーヒーね。マジトイレ近くなる。利尿作用でねえ。あ、いい匂いねえ、うん、お湯もしっかり沸くっていうことで、今からコーヒーを飲みながらこのね、北海道物産展で買ったロイズのポテチを食べて、はい、ネットフリックスを見ながらまったりしたいと思います。はい、寝れる？これ今から寝ていいよって言ったら寝れるよ。というか早いどうにかしてないと気になって叩いて。しょうがないね。いや、これこぼさないでね。わ、いい匂い。匂い、いい匂い。あ、本当だ。すっごいいい匂い。それではですね、車中デイキャンプをちょっと試しにしてみたわけなんですけど、車中泊をする上でサブバッテリーっていうのは絶対必要になってくるんですよね。でそこでですね、サブバッテリーを自分で作るのか、このような大きい大容量のポータブル電源を走行充電しながら運用するのかっていうところで迷ってるんですけど、でそこでですね、今回このお借りしたポータブル電源で、まあ、試しにどの程度まで使えるのかなっていうのを試してみたんですけど、1回の料理でですね、まあ、50% ぐらい減るような感じなんですよね、うん、ってことは例えば、まあ、ここに1泊して、うん、夜ご飯作って朝ご飯作ってまたどっかに移動してっていうのであれば、移動中に走行充電で、まあ、何パーセントできるかちょっとまだわからないんですけど、そういうふうな使い方だと、まあ、3泊ぐらいはいける可能性があるのかなと思ってるんですよ。はい、ということでですね、まずこのポータブル電源なんですけど、ちょっとね、見ていこうと思います。ここがあれですね、シガーソケット 12V のものが充電できます。ここは DC 出力ポートになります。ここも全体で、ここもDC 用の出力ポートですね。でここが USB 系統になってまして、まあ、通常の USB に加えて急速タイプと急速充電タイプね、とUSB タイプ C が直接入るもの、うん、iPhone の充電器は今これじゃないっけ。そうなの、うん、直接こっちで C タイプで入るものになってます。でここがライトですね、うん、これも地味に夜間とかありがたいやつですよね。
はい、でこちらがですね側面になるんですけど、はい、ここがですねあの充電系統のコネクターの差し込みになるんですけど、蓋をカチッと開けるとこのようにですねあの差し込みがあります。でこれがあの AC コンセントから取れるものと、こっちがソーラー系統からの、あの差し込みになりますね。後ろはこのようになってます。まあ、出力とかあの差し込みなんかの、 あの USB とかの詳細が書いてあります。見やすいですね。で反対の側面は AC の出力にあります。このような感じですね。6つあります。こちらもスイッチを押して使うタイプのものになりますね。はい、こちらがですねモニター画面になるんですけど、まず真ん中が残量ですね。残量でこちらがインプットのワット数、アウトプットのワット数、まあ、充電されるとここが数字が変わって、あの電気製品を使用するとこちらに使用中の、 あのワット数が表示されます。でこちらがその使用中のワット数または充電中のワット数に対してどのぐらい使用できるか、もしくはどのぐらいで充電できるかっていうようなあの表示が出ます。なんか見た目はねかなり使いやすいあのモニターになってます。で、現在ですねこれまだあのデモ機になってまして、ここのねあのシルク印刷がもうこういう印刷系ですね、若干仕様が変わる可能性もあるんですよ。あ、そうなんだ。うん、なんかそれは製品が出てからのお楽しみって感じかな。で、あのモニターもあのちょこちょこちょっと暗くなっちゃうんですけど、すぐ暗くなるんですけど、ここなんかも改善されて、あの発売されるみたいです。あ、それはいいね。うん、カミカミだったんですけど、このすぐ表示が消えるのはちょっと、うん、ね、うん、だから製品版ではこうじゃないっていう。はい、はい、これはですねあの購入した時のパッケージ内容物なんですけど、取扱説明書は一つ、日本語のものですね、とソーラー用のケーブルが一つ、あとコンセント用のケーブルですね。でうちに来たのはあのアースの差し込みがついてるやつだったんですよ。で他の方のレビューを見るとこれがなかったから、もしかしたら同じもんじゃないのかもしれない。で急速充電対応ということで、ケーブルも結構太いです。ね、まあ、2000ワットなんですけど約2時間であの充電できるということで早いよね。うん、早い。でうちが今持っているやつは1時間で約 80% 充電できるんですけど、うん、2000ワットなのに2時間で充電できるってめちゃくちゃ早いよね。うん、でこのポータブル電源はリン酸鉄リチウムイオン電池なんですけど、うん、充電サイクルはね約2000回。うん、それすごいよね。うん、めちゃめちゃ高寿命なんですよ。うん、まあめちゃくちゃ長持ちすると思います。うん、でさほどそんな重くなくない？22キロ。でもさ、そこまでなくない？なんかさ、その重量的には22キロって言ったら結構あるのかなと思うけど、持った感覚的にはそこまでなくない？持ちやすいっていうのもあるかもしれない。そうそうだよね。うん、ここに大きな取っ手があるから、持ちやすいっていうのもあるかもしれないですね。じゃあちょっとね、あのこいつ持ってきたんですよ。ハロゲンヒーター。これをちょっと入れてみようと思います。はい、差し込みます。ちょっと飛行機の音がうるさいですけど、で今電源が入りました。うん、でまず350ワット、3段階に調整できて、うん、350ワット、700ワット、1050ワット、はい、で350ワットのところに合わせてるんですけど、今421ワット。うん、じゃあもうワンランク上げるね。はい、700ワット。どうですか？847。まだ静かですよ。839とか。あんま回ってない。で基本静かだよね。うん、基本本当静か。本当に静かだった。ファンがほとんど回らないっていうね。回っても静かだよね。うん、そんなに気にならない。うん、じゃあ次行くね。1050。はい。どうですか？あ、1260だね。1260ぐらいだね。でもまだ回ってはないね。ファンは回ってない。うん、2000ワットまでだから、うん、もう全然余裕。あ、そっかそっか。うん、でも
もうこれだけで1260なわけだもんね。そうそうそう。これ冷蔵庫とか、うん、ポットとか使ってしまうと、うん、だから今 ね、 ね、残量が 48% です、うん、残りね、うん、で現在1250W 消費してるんですけど、この消費量でいくと残り 48% が約35分でなくなるっていう表示の見方ですね。はいはいはい。そうだから、そうなんだ、うん、こいつはめちゃくちゃ電気食うだからまあ車の中では使わないかな。使わないね、うん、こんだけ食えば無理だ。そうそう、無理だよね、うん。めっちゃ俺見てるじゃあはい、それではですね、あのこの大容量の電源を使ってみたわけなんですけど、どうだったですか。仮想車中泊かな、うん、まあ今日試したのはね、うん、この大容量の電源を使って、まあ、どういったことができるのか、うん、もしくはあのどういうことをしたらどのぐらい電気が減るのか、うん、っていうのを試したような形になったんですけど、あの車中泊をやっぱり進める中でですね、うん、あのサブバッテリーシステムっていうのは絶対いると思うんですよ、はい、でそれがまあポータブル電源か、うん、あの独自で自分で作るサブバッテリーか、うん、まあ、どちらか だと思うんですけど、僕的にはですね、できることだったらこの出来上がってるポータブル電源の方が使い勝手がいいんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、私もね、うん、持ち運べるし、その車から あの走行充電も多分やりやすいと思うし、ソーラーからの充電 あの差し込みも備わってるし、結構もう整ってるもんね。でこういう形の大容量だったらね、やっぱり使い勝手がいいし、災害時も家の中に持って行って使えるし、まあ、車中泊だけじゃなくっていうことですね。車中泊だけじゃなくていろんなことを想定すると、やっぱりこっちの方が取り回しがいいのかなってね、うん、いいと思います、思ったりしてます。はい、まあ、試しに使ってみたんですけど、やっぱりいいですよね、うん、やっぱりいい、うん、で 2000W クラスだとでいろんなことができる、うん、最大火力というか IH を使った場合でも最大火力でいけたし、うん、炊飯をしながら、うん、そうだね、だから、まあ、通常料理の場合やっぱり何かをしながらあの何かをするみたいな結構多くなると思うんですけど、うん、まあ、今回だから冷蔵庫を回して炊飯をしてIH で料理をする、うん、っていうのが多分一番負荷がかかるものだと思うんですよ、うん、まあ、それを難なくこなしたこいつはやっぱりすごい、すごいっていう印象なんですよね、うん、だから車中泊をするんだったら、うん、やっぱこういうのは絶対必要になってくる、はい、と思います、はい、今から車中泊しようにこの車もなっていくし、うん、車中泊をできるようにこれから進めていく中で、はい、まあ、これを変えるようにね、はい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 、今回これはもうお返しするので、うん、たちで買えるように頑張っていきたいと思います、はい、まあ、まずはあのベッドを作らないこと、そうなの、そうなの寝ることもできないし、うん、中が散らかしっぱなしなんで、うん、はい、ちょっとずつね進めていこうかなと思います、はい、はい、ということで、まあ、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします、お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。If they tried, now we didn't care at all. By winter or spring or fall, we felt so alive, and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. Ooh, we just had one of those things.